ターナーフィールドはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタにかつて存在した野球場。1997年から2016年まで MLB アトランタブレーブスのホーム球場であった。1996年のアトランタオリンピックのメイン会場であるセンテニアルオリンピックスタジアムを野球用に改築したスタジアムである。平常後は再び改築され、現在は アメリカンフットボール専用スタジアムのセンターパークスタジアムとなっている。もともとブレイブスは1966年から1996年まで同じアトランタ市内にあるアトランタフルトンカウンティスタジアムを使用していたが施設の老朽化が著しいことを理由に1996年のアトランタオリンピックのメイン会場として使用された陸上競技場を 野球場に作り変えて1997年のシーズン開幕から新本拠地球場とした。フルトンカウンティスタジアム跡は同球場の駐車場として整備されている。球場名はファンからハンク・アーロン・スタジアムにしようとの要望があったが、結局アメリカのメディア王として知られ、ターナーブロードキャスティングシステム、並びにブレイブスを所有していたテッド・ターナーの名を冠したものとなった。 この球場には世界最大級の屋外型デジタルハイビジョン映像スクリーンが設置されている。これは日本の三菱電機が製造したオーロラビジョンで以前はギネスブックにも世界最大と認定されていた。2005年3月23日にオープニングセレモニーを行い運用を開始、ギネス認定式も同セレモニーにおいて実施した。セレモニーでは メジャーリーグ最多本塁打記録を持つ、元ブレーブスのハンク・アーロンによる点灯式が行われた。デジタルスクリーンコントローラーを採用しており、デジタルハイビジョン映像やパソコンの映像を同時に3、画面まで合成して表示できる。表示素子には高輝度 LED を利用し、画素ピッチは2 0 0 0メートル。画素数は1088200画素。 スクリーンサイズは縦21.76メートル横24.0メートルとなっている。2008年、2013年、2015年に転落死亡事故が起きた。2016年で20年の借用権が期限切れとなるのに伴い、ブレーブスが本拠地をアトランタ郊外のサントラストパークに移転するため19年の歴史に幕を下ろした。球場は ジョージア州立大学に譲渡されて2万5千人収容のフットボール球技場に改装され、名称もジョージアステートスタジアムに改装された。本球場のホームプレートはサントラストパークへと移設される。宇宙間が広くなっているため、中堅守や右翼守には守備範囲の広さや強権が求められる。また、シーズン序盤は風が吹きピッチャーに有利だが、 夏場になると、ホームランがよく出るようになる。季節ごとに特徴が変わる球場である。スコアボードの上部にはロゴにも描かれているトマホークが設置されている。ブレイブスが得点のチャンスを迎えると、トマホークが動き出し、ファンはトマホークを模した応援グッズを音楽に合わせて振り回す。ジョージアステートスタジアムは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタにある。 アメリカンフットボール専用スタジアムである NCWA のジョージアステートパンサーズが本拠地として使用している2017年会場2020年にアトランタポスタルクレジットユニオンが15年間の命名権を取得しセンターパークスタジアムと改名されたターナーフィールドの座席は概ね残された上 フィールド部分に新たに座席を設置したため、グラウンドは狭くなっている。また、元のオリンピックスタジアムと比較しても小規模になっている。座席は低層階のみの仕様となるため、席自体の数は増えたものの、収容能力は大幅に落としている。ありがとうございます。